これだけだとちょっとね、物足りないんで、これはね、多分ね、テキサスかどっかの大学の先生の講義をね、もう一個つけてるんですね。で、それをちょっと説明したいと思うんですけど、春秋戦国時代末期です、もうし。彼は礼よりも義を重んじた。って言ってんですね。礼より義。そんなこと言って、言ったのかな、ちょっとわかりませんけどね。人は生まれつき徳を身につける原始を持っている。で、まあそうですね。子供は井戸に落ちるときに人間は本能的に善意の行動を取るんですね。で、これ有名な言葉ですね。All men have a mind which cannot bear to see the sufferings of others。 他の人が悩んでいることを見かねる心を持っている。他の人が悩んでいることを見かねる。bear to see, cannot bear to see。All men have a mind ですね。人皆、人に忍びざるの心ありとですね。善意がある。まあ子供は井戸に落ちることを言うんですよね。で、あと孟子はですね、仁義礼智の信というのが後からついてきたんですけどね、仁義礼智が初めにあったわけですけど、とこを誰もが持っている4つの心を説明している。それは悲嘆というんですね。4つの短所というんで、悲嘆というんですね。それは息因、他者を見ていたたまれなくなる思う心と息因の情という、よく言いますよね。衆を、不正や悪を憎む心、衆を。自浄、譲ってへりくだる心。是非、正しいことと間違っていることを判断する能力。4つですね。ですから、悲嘆という言葉がありまして、仁義礼智の悲嘆ですね。息因、衆を、自浄、是非ですね。で、一方で荀子は実務的だったと。礼は怒りを抑え、外の変化に対して感情を管理することができる。礼と、ここで音楽出てきますね。礼と音楽で人々の連帯感を維持することができるんです。これ、下の4語、英語にしたと思いますけど、そもそも音楽が人の心の中に入るのは、深くその人を強化することは速やかである。故に我が文明の建設者である先老は、謹んで音楽に文章を語ったのであった。In general, sound of music are instilled into the people deeply, and they transform the people rapidly. Therefore, former kings were cautious about making the pattern of music. そうですね。英語にしたんですね。で、音楽が中庸で画聖であれば、人民は和合するも、陰謀になることはない。難しい言葉ですね。陰謀になること、まあ要するに、さっきの、セクシャルなんとかですね。セクシャルってなってたか、あれ、なセクシャルじゃない センシャルプレジャー、センシャルプレジャーになることはない。だが音楽が生めかしくて歪んでいるならば、人民は陰謀散漫となって卑しくなるだろうということですね。ですから、 If music follows the mean、 中庸ですね、 the mean and is balanced、 バランス取れて、バランス、 the people become harmonious without being dissipated。 dissipated というのは快楽にふけるんですね。 the become harmonious without being dissipated。 If music sounds solemn and dignified、 荘厳でディグニファイ、威厳があってあれば、 the people behave in an uniform manner without disorder ですね。If music sound bewitching、 bewitching がうっとりさせる。music sound bewitching、 seductive、 性的魅力なの、 seductive and risky、 the people become indulgent、 indolent、 indulgent、 甘やかされ、 indolent、 怠惰な、 indolent、 abject、 卑屈な、 abject and sordid、 下劣な、 sordid。The people become indulgent, indolent, abject, and sordid。 ちょっと難しい単語ですね。まあそういうことで、ここでは陰謀散漫という一つの言葉ですね。
それを英語で直すとこうなっちゃうんですね。どういう音楽がこの次の YouTube に添付しておくって書いてありますけども、2つ添付したんで、1個はね、なんかもう見れなくて、1個だけ添付してありますけど、音楽は人々に連帯感を与えるだけでなく、組織の一体感へと導くものであった。さらに彼は階層構造と共生するべきものがあることも強調した。また彼は世襲制を否定し、能力主義を主張した。彼の主張は、西洋の人間はもともと罪深いという意味とは違って、自己の欲求を追求するという生まれながらの習性があるという意味での性悪説である。だから人との争いが起こるので規則が必要だと言った。孟子も荀子も共通して言えるのは、人々が協調することと徳を高めるということだ。孟子はそうした行動が人にもともと備わっているので、自発的にそのようになると言ったのに対し、荀子は外から指示しなければ、これ指示が違います。そういうところ見つかない。指示が違いますね。で、単語はこれは、ちょっと長いビデオなんでね、30分ぐらいあるんで、ちょっと、プロポーネントとか、支持者、提案者、発起者、プロポーネント。ミスノマ、これ誤称ってことはもう聞いたことない、ミスノマ。これ、多分発音はミスノマだと思うんですけど、ちょっと待ってください。あれ？まあ、ですね。ああ、失礼。ミスノーマ。そうですね、ミスノーマ、プロマルゲイト、これは広める、まあ、よく出てきますね、普及させる。アパレントリー、多分、アパレント、これもよく出ますけど、いつもね、まあ、日本語を忘れちゃうですね。大体感覚的にわかるけど、どうも何々らしいと、アパレントリーですね。これも同じ意味です。プリジューマブリー、おそらく多分、プリジューマブリー。アパレントリー、プリジューマブリー。これ覚え、なかなか覚えられないですね、やっぱり。オーバリー、過度に。これ多分オーバリーって、これ、こういうふうに言ってなくて、違うやつをオーバリー出てきたから言いたいだけだと思うんですけど、違う単語だと思いますね。なんか中国語をなんか、オーバリーって書いてある。エグゼンプラリー。模範的な、立派なエグゼンプラリー。これも、めったに出てこない。オードリーナフ、妙なことだが。パイ・イン・ザ・スカイ、これは言葉通りですね。絵に描いた餅。ウェア・ウィザー、お金、必要なもの。ウェア・ウィザー、必要なもの、必要な手段。ウェア・ウィザー、これも初めて見ましたね。ファカルティ、能力ですね。機能、能力。グレイス、好意、親切、ひいき。グレイス、慈悲、寛容。グレイス、容赦、恩赦。ディヴォイド、書いている。The germ of idea。ここはね、芽生え、germ という言葉は何度も出てくる。芽生え、germ。dutiful、真面目な、忠実な、dutiful。義務感の強い。モデスティです。謙虚な様ですね。モデスティ。オブザーバンス・オブ・ヒューマン・ライツ。人権を守る。オブザーバンス、守る。こっちは守るですね。オブザーバンス。コメンデーションは、褒章、賛章、表彰、コメンデーション。コンパッション。さっきも出てきましたね。同情、哀れみ。come to fruition, 身を結ぶ。reach fruition,
身を結ぶ。ディスポジション、性質、気質、テンプラメントですね。サガシティ、これ政治との名詞ですね。サガシティ、賢明な、リズム。ディセンティサイズ、これはちょっとあんまり、感覚を鈍らせる、ちょっと知りませんでしたね。アグラリアンソサイティ、農耕社会、アグラリアン。これもよく出ますね、アグラリアン。ディスパース、追い散らす、分散させる、分散配置する。スーパースティション、迷信ですね、スーパースティション、迷信。ディフェンド、擁護する。ダンプレイ、控えめに言うですね、過小評価する。ワイヤー、密接なつながりがある。コンジョイン、結合する、団結する、コンジョイン、あんまり出てこないね。コレクティブリー、これは集合的にという意味ですね。これしょっちゅう出ます。オンメリット、進化によって、プレスと言って迫る。コンスクリビション、これもよく出ます。徴兵制度。コンスクリビション。アメリカはドラフトですね。ダイク、固定棒。ヘレリタリー、世襲の、ヘレリティと言いますね。世襲の。メリトクラシー、能力主義。インフェクション、影響。アチューメント、調和、適合、同調、アチューメント。レンダー、何々する。これ出てきますよく人間、もう日本人使いませんね、このレンダーって言ったのはね。He is right insofar as this issue is concerned. この件に関する限り、insofar as ストレイン、引っ張る、無理に引っ張る。ですね。で、このビデオ、ちょっと待ってくださいね。これセットしますから。これ結構長い。ちょっと待って。昨日昔のビデオをいろいろ見たんですけどね、なかなか立派なこと喋ってるんですけど、やっぱり今の方が全然深いですよね。不思議ですね。今の録画をまた振り返ってみてもですね、大したことないように見えるんですよね。ですけど、やっぱり今の方が全然2年3年前より内容深いですね。不思議ですね。こうパッと素人目見たら前の方が
例えば2017年とか2016年でよっぽど内容がいいように見えますけど、それは嘘ですね。Like Confucius, he thinks cultivation, education. これね、女性なんですけどね。これ、テキサスのプロフェッサーですね。出てきます。プロフェッサー、キャスリーン・ヒギンスというね。University of Texas at Austin って書いてあるね。これ文字出しますね。じゃあ始めますね。長い30分。During the two major proponents of what are sometimes called the two major proponents 支持者ですね。Idealistic and the realistic schools of Confucianism. Those terms are in a way misnomers, but misnomers 誤称誤記。At least they indicate that there's a kind of division with regard to attitudes toward certain things and Confucius' basic ideas. The proponent of what's called the idealistic school is Mencius or Mengzi. Mencius, who lived. 理想的なスクール、これ派閥の宗派、学派。A few generations after Confucius, in this. まあ、孔子の何世代か後ですね、メンシャスね。Spring and autumn period. 春秋戦国時代。His situation was a little different from Confucius's in that already it had become pretty obvious that going back to the previous dynasty, which had once been stable, something. まあ、孔子の頃はね、been stable だったんですよね。That Confucius thought would be really a good idea to do was really not possible. Warfare.Do what really not possible. It continued. It was so widespread by now that even the dream of stability wasn't very clear in people. Even the dreams of stability was not very clear in people's minds anymore. Mind anymore. So, だから講師の時は安定してたけど、やっぱりこれ彼女言ってるのはメンシャスともう一人順守二人言ってるんで、全般が孟子ですね。その頃はもう春秋戦国時代なんで社会安定しなかった。だから、もし、孔子の考え方そのままは適用できない。mind was not very clear ですね。in people's mind anymore って言ってるんですね。So, in a way, Confucius' message struck him as all the more important to try to promulgate. Promulgate, さっき言ったし広める。Apparently, he did visit a number of rulers, but it doesn't seem that any of them, wanted to hire him.But it didn't seem that any of them wanted to hire him. 多分おそらくね、採用しなかった。Presumably that being something that he would have liked. And he spent the last decades of his life teaching. だからこれ運の軸みたいで、結局やっぱり企業は採用しないんでしょうがないからですね。He spent the last decades of his life teaching. 教えてたって。Mencius enlarged Confucius's vision, but basically attempted to transmit.It. One of the things he does that's a little bit different is put more emphasis on yi over li. To put more emphasis on yi. In the app. これね、オーバリーってさっきやって角にじゃなくてこれ違うだからよくわかんない。中国語の角にって中国語の意味はよくわかんない。中国語で言ったやつね。Emphasis on yi over li.リーって、これ、オーバーリー、リーって、レーよりも、エンバシオン、イー。液晶ですかね。あ、ごめんなさい。イーは、ギ、仁義の義